いつでもどこでも使えるアベンのウォーター、一緒に習してみましょう。振らずにゆっくり。最高ですね。やっぱり今も話してましたけれども、温泉、僕群馬県出身で温泉地が多いんですけれどもね、アベンヌはフランスの温泉水ということで、すごく親近感がありまして、それでやっぱりよりこう使いたいなというか、ハマっていった感じがありますね。出会ってからはいかがですか。もう肌身離さずというか、もうずっとですよ。それこそ、はい、こちらにもありますけれどもね、ボトルのサイズとかもいろいろあって、はい、まあ仕事の合間とかも、まあ、朝晩は もちろんです、スキンケア前は もちろんなんですけれども、仕事に行って皆さんもあるんじゃないですかね、ちょっと仕事してくると熱こもってきたりとか、ちょっと乾燥してなんかこう目乾くなとか、目元とか肌感が少し、っていう時あると思うんですけど、なんかそういう時にやっぱりこうやって持ち運で置くと、ちょっとだけシュッとすると全然やっぱり気分変わりますんで、はい、もうこれはですね、僕も毎回現場行くたびに荷物に入れて持って行ってます。もう本当に相棒ですね。いいですか。はい、それではご準備よろしければお願いいたします。はい、こちらです。はい、はい、3つ挙げてくださいました、はい、では1つずつちょっとご紹介いただけますか、はい、こちら、一番上ですね。1つ目は、まあこれは当たり前だと思うんですけど、スキンケア前、これはまあ本当に僕もそうなんですけれども、もう当たり前のように手が届きますね、やっぱり、はい、これ絶対大事ですね。お肌の基礎をしっかりと作りましょう、そうですね、はい、やっぱり気分も変わりますしね。確かに、はいはい、では2つ目お願いいたします、はい、2つ目がこちら、撮影の時のここ、はい、うん、これはもう先ほどもちょっと話したんですけれども、やっぱりちょっと乾燥するなとか、ちょっとなんか一回気分リフレッシュしたいなとかっていう時に、もう本当いつでもどこでも手軽にシュッとやるだけで、はい、もうやっぱり気分ももう裸も変わってきますので、本当に おすすめですね。お肌も気持ちもリフレッシュしてくれる、うん、そうなんです、うん、やっぱりね、撮影とかしているとどうしてもなんか、うん、集中してくればくるほどなんか乾燥感が際立ってきてしまうので、うん、はい、僕はもうそういう時にはすぐ使わせてもらうようにしてますね。なるほど、はい、さあそして最後3つ目です。これはですね、これ僕発見したんですけど、サウナ前っていう、これ僕が乾燥肌だからっていうのもあるかもしれないんですけど、皆さんサウナ行かれる方もね、今すごく流行っていたりとかして多いんじゃないかなと思うんですけれども、サウナって入った瞬間って最初の方ってすごく乾燥するんですよ。僕それで結構そのちょっと肌が本当はね、こうリラックスしたりデトックスしたりとかいろいろしたいなと思うんですけど、その前に乾燥してしまってあちゃーっていうことが結構あるんですけど、これサウナ入る前にまずこれね、アベンヌウォーター使っておきますと全然違いますね。これ本当におすすめです。はい、なるほど、はい、できればですね、保湿クリームもあるのでそれ使っていただくとよりいいんじゃないかなと、はい、勝手な発見です、はい。